さあ、では、はい、続いては4つ目ですね。はい。女性の方ですかね。質問です。先生のような有能なコンサルタントは人気が多く、なかなか中小企業では金額的にも、また先生のキャパ的にもお願いできないのですが、先生から見た良いと思えるコンサルタントの基準、見極め方、下手なコンサルに当たらないコツなどを教えてください。面白いね。生々しいですね、これは。いや、こういう質問を受けると、僕の情報がかなり正確に伝わってるんだなっていうのが確認ができて面白いね。はあ、さっきほら、一番最初に情報って操作だって言ったじゃないですか。情報はそう、マーケティングは情報の操作だって言いましたよね。だから情報出したようにリアクション返ってくるんですよ。だから多分僕がいろんな情報を出してることが、これで確認できるのね。ああ、なるほど、ね。すごいじゃないですか。石原先生は有能なコンサルタントって、自分で言ってますけど。人気が多くて。だからキャパが多いから、はい、なかなか見れないんだよって言ってるじゃないですか。うん、だから 3% クラブ入った方がいいよっ て, 言, って、ね、言ったりとかしてますけど。まあ、そんな風にね、こう情報のやり取りで顧客と会話するみたいな感じになるとすごくいいと思うんですけど、うん、コンサルタントの基準か、良いと思われるコンサルタントの基準、見極め方、下手なコンサルに当たらないコツ、ああ、なるほどな、うん。コンサルの仕事ってね、いくつか、こう、分野があると思ってもらうといいですね。分野。うん。それで、経営者の方も、コンサルタントの人に対して何を求めるかっていうことが分かんないで、万能だと思ってやっちゃうとあんまり良くないかもしれませんね。うん。うん。要するに、人コンサルの先生なんで、何でもできるはずだって思って、できなかったやんかって言われちゃうと。神様みたいに思ってる人いますからね。まあそうですね。まあそう、まあコンサルは逆にね、そこにこう、なるべく行こうと思って努力した方がいいとは思いますけど、じゃあそういう人をね、採用しようかと思ったらいくら買うのかって話になるでしょ。うん。だから、物を買うのと同じように、費用対効果で考えて、コンサル依頼するときも、うちがお願いするのは、こういう意図で、こういうことをやってほしい。それには、大体、こういう人が良くて、金額的にはこんなもんだよねっていうふうに考えた方がいいんじゃないかな。それで、コンサルっていう人ね、いくつかに分類すると、わかりやすいのがね、はい、実務コンサルっていう人がいます。実務コンサル。はい。実務コンサルっていうのは、昨日までその業種で、実際にその仕事をしてた人。それがある程度経験積んだから、僕はその経験を通して会社に教えられますですね。実務コンサル。例えば工場の、工場長さんやってて、工場長としていろんな業務をやっちゃったから、工場管理の仕事をしますって。こういう人が実務コンサルですね、うん。営業現場ですごい頑張ってて、営業の成績すごい上がってるから、営業コンサルになりますってやつね。で、こういう人はですね、比較的、高くない金額で採用できます。うん、はい。で、そういう方を、実務、家庭教師みたいに、はい。採用するのは非常にありだと思うんですね。はい、うん、たまたま昨日、僕、そのうちのクライアントといろいろ話してて、ちょっと地方なんで、人の採用がなかなか難しいんですよ。で、その人の採用が難しいからどうしたらいいかって言ったら、もう絶対実務コンサルの人に入ってもらって、週に3日みたいな感じでコンサル契約してもらってくださいって言ったんですよ。先生がコンサルタントを採用しろって言うんですかって言ったんですけど、いや、だって全然分野違うから、もう全然平気って。人採用できないけど、コンサルだったら日本中どこでも呼べるからって言ったんや。わかる？これ。うちの会社に入ってくれって言うとね、へえ、そんなとこですかって話になるんですけど、コンサルの人って今あんまり仕事ないから。ああ、そうですね。だから、どこどこの山奥のどこどこですって言っても、コンサル契約だって言ったら飛んできますから。うん、喜んできますね。そうそうそう。で、申し訳ないけど、例えば月15万で週2日来てくださいと、時間何時から何時までやってほしいのは工場の改善の何とかですとか、この人の代わりやってくれって言ったら絶対来ますよ。そうするとこれ会社側から見るとすごくありがたいのは、社会保険とか入れないでね、すごく有能な人を、一人分の給料もかなり安い金額で使い倒せるみたいなね。そうですね。うん。うん、いうようなことができるから、最初にコンサル雇うとしたら、家庭教師役みたいな感じで実務コンサルの人がいいですね。うん。で、多分その相手の人もそれですごい勉強すると思うから、いいんじゃないかな。うん。双方にとっていいですね。そうそう。値段もこう、なるべく現実的にこの金額しかないけど、この金額だったら何日来てくれるみたいな感じですね。うん。それから、意外に多いのがね、人脈コンサルって人です。人脈コンサル。はい。この人は仕事はほぼできません。が、人脈を持ってます。だから、
これ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 なんだけど、どうしたらいいけど、あ、わかりました。私の友達でこれこれこういう人がいますから、私が繋げてあげますっていう人ですね。で、これはこれで、コンサルは、としては成り立ちます。うん。うん。例えば、もう営業が一生懸命攻めていっても絶対無理なのに、うん、あるよね、元銀行員さんで、有料会社みんなしてて、銀行でお世話しちゃってるから、この人の紹介だったら一応会うしかないよねってあるじゃん。うん、やっぱ紹介大きいですからね。そうそうそう。入り口開いてくれると。こういうのはどういう感じだったら、提供する商品とかサービスがすっごいいい場合、だけど壁がきつくって、担当者まで行きつけない場合は、その人に、ドア開けてもらって一緒に入ってくるんですね。で、この人にね、なんていうんですか、うちの社員に向かってなんか一個言ってくれって、まあ言うかもしれないけど、あんまこれ期待しちゃダメですよね。そもそもそういうことでコンサルやってないから。だからそのコンサルをさ、採用する側も経営者の方がね、どういうふうにこう見るかっていうのはいろいろあるんじゃないかな。うん。それから、もうちょっとこう有能な方で、二つのタイプがあって、それは何かっていうと、経験もあって、その実務的にももっとこう先行ってて、会社の中に入ってきて、プロジェクトを動かしてくれる人がいますね。はい。うん。もうその会社に張り付いてくれて、プロジェクトそのものを社員と同じようにこう動かしちゃうっていう感じ。こういう人は、緊急事態の時はいいですね。緊急事態。うん。だもうこの分野の、この部門のこの仕事を何とかやらないと会社おかしくなっちゃうみたいな時には、教えてる暇がないんで、うん、一緒に入ってもらって、泣いても何でも、社員引きずってても、なんか、そういう成果出すって、うん。うちにもそういう、外部のスタッフいますけど、厳しいよ。あ、そうですか。泣きながらみんなついてきます。うん。でも、それはそれで、緊急時、もうその、発動みたいな感じ。うん、会社倒産しちゃうし、ライバルがバンバン攻めてきて、営業関係でももう無理って言った時は、はい、教えてる暇がないんでやらせる。後ろからもう、なんか、鞭で叩いてもらうみたいな感じですか。ただ、これはね、どういう感じかっていうとね、人が育たないから。うん。育ちにくい。本当に優秀な人は ついていっちゃうけど、人が育つ時間を見ないでやるっていうコンサルなんで、うん。そういう方も、もう強烈な人がいますから、もしあれだと言ってほしいけどね。即効性はあるけど、それはあくまでも緊急時という認識がないとダメですね。何が問題かっていうとね、いいからやれって言って引っ張っちゃうと、その人の思考が停止しますからね。うん。うん。だから、会社も面白くて、立ち上げるときは、とにかくリーダーシップを発揮した方がいいんですけどね。でも、ある程度まで、さっき言った、ね。時間的な余裕ができたら、社員を活性化させなくちゃいけないんで、そういう意味で考えて、自ら変化して、物事をやってくれるような、組織系のコンサルっていう人はあんま見たことないけど、そういう、またとは分野が違うって思ったらいいですね。うん。うん。これはもう本当に専門性が高くて、さっき言った実務コンサルの人が成長した形ですね。ああ、なるほど。うん。実務コンサルの人が、まあ、開花して、もう自信持っちゃうとあり方変わるけどね。すごいけど、この人が確実にできる。で、何個か経験しちゃったからもう全然平気って。はい、もう何でも持ってこいみたいな人が大体こうなりますけど、うん。うん。会社の立て直しなんかやる人がそうですけどね。うん、まあ、いう感じ。それから、自分の会社が一応平穏無事ですと。ね。それこそさっき言った沖縄のインフラ持ってる会社なんかが、こういう人入れちゃうとアウトなんですよ。だって会社強いじゃないですか。だからどうするかしたら時間かけててもいいから人をちゃんと活性化するって自分で考えて頭使ってっていうようなことをやる場合はそういうことができる人ってすごい少ないんですけど、僕なんかはそういうのやりますけどね、時間かけてゆっくりやるみたいな形で、僕がいなくてもずっと会社が成長し続けるみたいな感じで組織的なことするけど、そういうやつですね。なるほど。あともう一個最後ね、経営者と対峙できる人。経営者と対峙できる、うん、で対峙して性格とか価値観変えるとか、物事の価値基準を変えちゃうとかね。で、そういうコンサルがいて、それはもうなんか何やってるかよくわからないタイプです。なんかわかんないけど、月に一回社長となんか話して、わーとか言って帰るけどって、社長がわーわー言ってるけどっていう感じですけど、僕はそういう感じです。今言おうか迷ったんですか？会社ってほら、結局トップの人の人間性とか価値観でもう 100% があるからね。うんうん。なので、しかもそれが全部普遍ですよね。小さい会社の場合は陣頭指揮取った方がいいし、ね。で、代替わりの時はどうやって代替わりさせた方がいいかって言って、暴れるおじいちゃんと、社長と専務をどういうふうにさせるかとか、年取ってるね、役員をどうやって
ってね、うん、なんか説得するかとかあるじゃないですか。で、そういうのってこういろいろな経験の中でわからないといけないでしょ。それからそのこの人から話聞きたくねえって言われてる人が来てもねダメだから、だからそれなりに、うん、この人だったら聞いてもいいみたいな形もね持っていきますけど、うん、僕の場合はどっちかってそれですね。だからコンサル側のいつなんか成果とかって言われてもね、うん、そこの段階で価値観ガーンって変わっちゃうと、うん、もうそれ自体で価値観変わっちゃうから、その後はもうとにかく遊びで、うん、とりあえず月に一回顔見ないと体調悪いからとか、うん、なんかあったら言ってくださいっていいのつってぐさってこういう感じですから、うわーとかって、そういうことやってますけど、うん、そういうのも、いますね。うん。いや、でも初めてですね、このコンサルタントの分類を聞いたのは。僕も今一生懸命考えながら喋ったけど、多分こういう感じだと思います。なんか、イエスノーで答えていったら、あなたはこのコンサルタントにちょっとやってみなさいみたいな感じになりそう。それはなんでできるかって、うちがプラットフォームにしてて、僕がやんなくてもできるところはその人にやってもらった方が楽っていうのがあるんですよ。うん、だから、大手のコンサルに電話かけて、ごめん、割りこの部分ちょっとやってくんないっていうのもあります、僕は。先生、その、僕に頼むんですか、もうやってよっていうのもあるし。で、僕はこっちの方でどうしますかっていう感じで、うん、今もうあるね、その会社なんかは3人ぐらいで入ってますよ。うん。うん、で、現場コンサルにやってもらって、ここはここで担保してもらって、僕が役員ぐらいと喋ってみたいなこともありますけどね。うん。うんうん、なるほど。まあ、今そのコンサルタントの、ま、うん、まあ、分類というかその辺伺いましたけども、はい、まあ、そもそものところで、うん、まあ、僕もかつてそうだったんですけど、やっぱりその、コンサルティングが興味あるんだけど、うん、そもそも自分は受けるというか、まあそうですね、コンサルティングを受けるべきなのか否かの基準というかですね、その辺ってまあケースバイケースだと思うんですけども、なんか自分でこれが、会社の方がってこと？そうです。例えば僕が会社として、ちょっと困ったことがあって、どうしようかな、あの人にコンサルしてもらおうかなみたいな、その辺のラインっていうのが、なんか自分でなんとかなりそうな気もするけど、でも聞いた方がいいみたいな、その辺っていうなんか、なんでしょうね。判断基準っていうのはちょっと抽象的なんですけど。あると。そうですね。経営者の方が、さっき言ったみたいに価値観とか考え方を変えるっていうようなコンサルを受けるっていうのは結構僕はいいと思いますけど、ね。ああ、まずそうですね。ただ、ね、会社を触らせるっていうのはなかなか難しいです。うん。それこそその、間違った方向に持ってかれたりとか、やることを失敗すると、しこり残るからね。そうですね。うん。だから、たまにあるんですよ。僕もこう、お願いされて、コンサルで行くじゃないですか。現場のヒアリングすると、今度のコンサルあんたねって言われてるんですよ。それで、ね、うちね、絶対変わんないからって、釘刺されるんですよ。いや、すごいですよ。なんでなんでって言ったらさ、もうなんか、1年に1回コンサル変えてるとかね。だからもう、なんかもう、社長信用されないよね、そうなっちゃうと。うん。でしょ？で、次はあんたかねって、僕でーすって僕が言うんだけどさ。いや、だけど、そういうのもありますから、うん、やっぱ組織はやっぱ自分で運営した方がいいんじゃないかな、と思うけどね。ああ、うん、なるほど。いや、それよりもそういう、その、まあ、経営者そのものの性格というか。うん、そう。で、さっき言った実務コンサルはいいよ。だから商品開発でもここやってって言ったら家庭教師みたいになるでしょ。で、家庭教師役の人はいっぱい入れてもいいかな。うん、実務的な。だから、大体発展する会社って、各部門でコンサル入れてるかったりするんですよ。だから、5人ぐらいコンサルが入ってる会社とかあって、そこはやっぱり、まあ、例えば、ありますよね。例えば、本当はこう、50代、40代、30代、20代みたいな、ちゃんとこう、組織の中でノウハウが蓄積されてなきゃいけないんだけど、30代ごっそりいないみたいな。その時に、そこの分野に入ってもらって、ノウハウを入れてもらうとかね。うん、そういうのは僕はいいと思うんですけどね。うん。うん、なるほど。ということで、今日だけで、今僕数えてみたら、5種類ぐらいコンサルタント知り合いますね。そう、多分実務コンサルっていうのを知らないんですよ、みんな。うん。実務コンサルは便利ですよ。うん。家庭教師になるから。で、会社の中にノウハウ残してねって言って、仕事だから嘘つかないしね。マニュアル貸してくださいねって言ったら、マニュアルがまたになるじゃないですか。うん、もう社員に任せるより、ちゃんとしたものを作ってくれて、うん、しかもさっき言ったように社会保険入れないでもいいでしょ。契約だからすぐ切れるしね。なんかあまり知られてないですけど、一番なんか、近い存在というか、実務コンサルが、一番なんか、取り入れやすいですよね、最初の段階で。あ、取り入れやすい、取り入れやすい、ね。で、そのコンサルの人がどういうことなのかっていうのもわかるし、うん、あとね、コンサル雇ったら、コンサルの人に働いてもらいやすい環境を作らなきゃダメですよ。うん。うん。コンサルも人間だから。だから30万もらってる会社よりも5万円もらってる会社の方が一生懸命やったりするケースって普通にあります。うん、それはコンサルも人で、
やっぱりもう本当にありがとうって、もう何々と何々が先生のおかげでこんなになっちゃったっていうのをさ、週に1回ぐらいでも言ってるのと、うん、全然ほんでどうしたの先生って、で何してくれんのみたいなさ、こう言われるとこもっとくるじゃん。うん、まあ一応そのお金もらってるから行きますけどね、うん、みたいな感じになると損でしょ。そうですね。いくらお金もらっててもやっぱりそれだとなかなか人は。ですよね。だからやっぱり経営者の資質っていうのは関わる人が楽しめるかどうかっていうね、うん、いう感じなんで、そういうふうに巻き込んであげて、あのコンセンサスがもう上手に取ってあげてるじゃん、うん、この先生はこういう人だから、こうで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 こうだから君だな、聞いてくれると面白いし、あの先生のポイントはここだから、はい、この単語を使えばやる気になるぜとかさ、なんかそういうふうな感じですよねっていうふうにこう上手にこうくっつけてあげればいいと思うんだよね、うんうんうん、なるほど。いや逆にコンサル目指す人はね、あの実務コンサルから入ってるんですよ。実務コンサルから入ってて、うん、そこで感謝されたら、あそこからいろんなことを試せるようになるから、会社の中で、うん、あのそれは何かというと、あるところで評価されれば、あの実はこういう問題ってどうなんですか、こういう問題はどうなんですかって言うじゃない、専門じゃないけどちょっと頑張ってみましょうかって言って、そのうちだん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 最終的に一番そのなんていうの、難しいけどやったら価値がある経営者そのものの考え方変えるとか、うん、価値観変えるところに入っていけるじゃないですか。だからそういう意味ではそのコンサルの人も何かでお金もらえないと、とにかくそのグリップができないからね。そうですね。で、そしたらいろんなこと見えるじゃん。あの、コンサルね、楽しいですよ。普通の人には絶対教えてくれないことも全部教えてくれるから。だから、なるほど、組織ってこうやっておかしくなるんだとかね。うん、いや、僕あの、企業研修の講師200社ぐらいやったじゃないですか。ね。でも全然違う業種でしょ。で、行くんだけど、その、その、組織って人間の集団だからみんなこうなっちゃうんだよなとかね。あとそのイケてる社長ってやっぱこういうふうにみんな考えてるなとかさ、もう本当にあの、なんか実験場みたいな感じ。もう楽しくて楽しくて。だから、そういう意味では、行くために楽しかったですよね。うん。あ、最近ちょっと面白いコンサルの人だったわ。あ、そうなんですか？うん。この人ね、あの人事コンサルっていうかヘッドハンティングする人。うん。面白かったなぁ。すっごい面白いですよ。何が面白いかって、とにかく人のキャリアに興味あるの。ああ、もうこれね、最高面白いからね、そのうちうちでちょっとそのセミナーやろうと思って、この人講師にしようと思ってるんだけど、人の履歴書の読み方が分かってんの。面白いでしょ。履歴書の読み方。履歴書の読み方。ああ、この人、この人生、ここで、この転職が失敗してるとか言うんですよ。履歴書だけで分かる。分かる分かる。あと、あ、この人多分ね、人生で一番楽しかった時はこの時って。で、こういうキャリア持ってるのに、ここに転職した。この時はね、多分ね、背骨が曲がるほど苦労してるとかね、こういう生々しい表現するの。面接してさ、って、要するにその、その人ヘッドハンターなんですよ。で、ヘッドハンティングで賞とかいくつも取ってて、ってる人なんだけど、面接するときに相手が泣きませんかって言ったら、もうよく泣きます。いや、面白いの。それで、あの、なんでそうなっちゃったのって言ったらさ、もうとにかく人のキャリアに興味があるらしい。おかしいでしょ、この人。だこうしてこうしてこうなると人がこうなるとか、こうしてこうしてこうしてこうじゃなるとこうだとかね。だって履歴書で大体こういう表現してると、こういう性格してるとかこうとか全部わかるんだよ。すごいですね。面白いでしょ。だから、あの、そんなスペシャルな人もいますよ。うん、だ酔って探すと。さっき言いましたよね。経営者買う方でしょ？買う方って言ったら全部面接できるからね。だから一人ぐらい面接で決めないで、10人面接すると大体この分野の実務コンサルってどのレベルかってわかるから。で、何人か面接してるんですって言ったら、僕もやる気になるじゃないですか。その中で、選ばれたのは、なんとかさんですって言ったらどうですか？お金はちょっとこんなんなんで、そうどうですかって言ったら、もうやりますって言わね。だからみんなその、顔側になった時の強さが、分かってるよね。楽しいよね。なるほど。はい、失礼しました。ぜひね、あの、石原さんにコンサルティング受けたい方、今の、逆にとって、いろいろ褒めて、はい、やってくれるかもしれないです。ということでちょっとまとめてみました。昔倒れた会社があって、はい、成功曲線の本を、あの、ボロボロのやつ持ってくるんですよ。ずるくないですか、ね、もう付箋が50個ぐらい入ってんの。ああって、やっぱ、やります、みたいな感じになりません？いや、ですよね。だって本当に見てるんだもん。手垢とかついて。で、だから、いや、すいません。やりますもん。何でも言って、とかいう感じになったりするんで、人間そういうもんですよね。だからね。はい。一応、お願いします、はい。ということで、ぜひ皆さんもね、試していただければと思います。はい。はい。ということで、ありがとうございます。